マジでサイリウムなんかもう3人振ってくれたら嬉しいなぐらいの気持ちでやってたんですけど、みんな振ってくれて幸せでした。ありがとう。もう本当にどうしようって思うぐらい緊張してた。なんか緊張しないだろって思ってて、余裕で思ってたんですけど、余裕で緊張しててびっくりしちゃった。普通に緊張した。みんな赤ピンクいっぱい振ってくれてて嬉しかったです。もうねやばかった本当に。でもこれさ、なんといってもね、この内側までも可愛いね。なんかここ花になっててミラーボール。スピーチもね、なんかね本当にね、話したいなって思ってたことがちゃんと話せたかどうかわかんないんだけど、でも、まあ、自分の中では言えたつもりではありますね。え、ありがとう。またタワー、お誕生日だからね、みんなありがとうね。幸せ。ちょっと明るすぎちゃうね。お手紙もめっちゃ嬉しくて、キミちゃんが読んでくれてたんですけど、もう泣きそうになっちゃった。でも今日泣いたらもう止まんないだろうなって思って我慢した。もらった、キミちゃんからもらったよ。嬉しかったです。本当に嬉しかった。キミちゃんが読んでくれたからキミちゃんかなって思ったんだけど、途中の内容でえ、これひなちゃんじゃねってなりまして、激感動。今さ隣でなんかやってるからさ、あんまり大きな声出せないんだよね。ごめんね、聞きにくかったら。また後日できたらやります。後日っていうか普通にありがとうみたいな配信ができたらいいなと思います。そう、もう17歳になっちゃったんですよ。いうさ、鼻かんの後ろのリボンが長いのめっちゃ好きなんですけど、今回も長かった。嬉しい。ゼップの配信か、なるほどね。誕生日おめでとう、ありがとう。なんか本当にさ、いつもさ配信するとかも急なんだけどさ、まさかの誕生日の配信も急に始めちゃうっていう大惨事ですね。何終わってよ。あ、本当に。でもまだ人がいるっぽい。ミニ傘、あ、ミニ傘ね、もらいました。今ね下に荷物置いてきちゃってんですけど、もらいましたよ。可愛かった。しかもあれちゃんと閉じれてさ、しかもなんだっけ、そのハッピーバースデーの歌歌を言い終わってからの、なんかみんながいつもうちわとか、去年2年前はうちわ振ってくださってたんですけど、今回はまさかの傘。めっちゃ嬉しかった、本当に嬉しかった。しかもなんか見えてたんですけど、その傘を白いサイリウムでこう照らして黄色に見せてたのかな。もうめっちゃすごいじゃんと思って、よかった、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。皆さん最高な誕生日になりました。嬉しい。そう、でもなんかスピーチはね、正直あ、まとめれてはないなっていうのは思ったんですけど、でも言いたかったことは言えた気がする。言いたかったことは、まあ、簡潔にまとめると、まあ2人の同期のこととカメフレのこととラジオのことと、まあ、チームSのことだったんですけど、もうチームSのこと言おうと思ったのに、すっかりもう行った気分になってしまっていた。だから最後の最後に伝えるっていう形になってしまったんですけど、本当に早口になるのね、反省してんだよな。
そう、セブンティーンなんですよね。同期の話で目が汗汗してるんだって。ユウもさ、この2人の話してた時にさ、なんかめっちゃ泣きそう、泣きそうってなった。だけど泣いたら終わりって思ってたから泣かなかったけどね。でもしユウやっぱり早口だったんだ。ユウそんなつもりマジで一切なくて、ガチ一切なかったんですよ。本当にそんなつもりマジなくて。だけどちかさんに突っ込まれて、え、もしかしてユウ早口だったって思って、だからちょっとマジで DMM は見ないでほしい。 MC はそう。でもさっきしーちゃんから LINE 来てたりしたので後で返すんですけど、まあこうやってみんなにマントという激強の4文字を使っていきます。めっちゃ早いよそれな。ちょっとマジでもう早口のことについて触れないでほしい。悲しくなる、泣きそう、本当に泣きそう。もうめっちゃ反省してんの、めっちゃ反省してんのよ。これでもそう、マウント取らないと。ちゃんと伝わってるから大丈夫だよ。優しい、ありがとう。もうね、みんなハートとかいっぱいありがとうね。俺は本当に急遽始めちゃったから申し訳ない。8月も頑張んないとなって思います。ケーキ食べた？まだ食べてないの。いくらでもマウント取っていいんですよ。本当ですか？じゃあ取ります。イエーイ、ミラーボールキラキラ。ここにアイライン引いてるからめっちゃ黒くなってた。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。嬉しい。ちょっと待って、やっぱり頑張って持ちますね。なんか自分でもさ、あ、今めっちゃ早口で喋ってんだなっていうのはね、めっちゃ分かってたんですけど、でも止められなかった。口が動きまくって、あ、もう、あ、ダメだダメだって思いながら、でもしゃあない、そういう日もあるよね。オールオッケー、SNS も頑張ってね。ね、それはね、本当にもう頑張んないとなって。アットマークドラさんしか勝たん、嬉しいんだが、そういうの嬉しい。めっちゃ眠いんだよね今。そう、でも緊張しやすいタイプ。生誕祭だけは本当にね、ダメなんですよ。だから言う、普段通りの DMM の写し方してほしいっていうのをお願いしたいぐらいめちゃあれで、で、あと生誕祭を通常公演っぽく生誕祭やってほしいっていうのも言うの願いで、もうでもそんなことはね、あの、すごい嬉しいことなんですけど、個人的にはそんなピックアップしてやってくれるのは。けどもいうチームメイスが大好きなんで、もチームメイス全体をピックアップしてほしかったっていうのはありますね。でもめっちゃ楽しかったので、今は OK って感じですね、気分的には。でも声始まるまでがもう本当に、ああ、やばいやばい声でした。なんとか買いました。あ、ここに見えるね。でもスピーチ何言ったかな。本当に多分あれですよね。その、そうだな。あ、みんなゆうさ、時計がないからさ、時間を教えてほしいかも、途中で。なんかね、やっぱり。あれなんですよ、言う話したんですけど、これやりたいとかこれ挑戦したいっていうのが多分本当にみんなにさいつも言ってるんだけど、今までなかったと思うんですよ。
まあ、それはまあ今後もあるかどうかは正直よくわからないところではあるんですけど、毎回のイベントがあるたびにさ、その話してるじゃん。ああいうなんかあれだよねみたいな、あんまり参加しないよねみたいな話になったりして、ああいう参加しないんですよみたいな話になってなってんだけどね、いつからだろうか、ゆうがそんなことを言えなくなってしまったのはって思うことを生誕祭でお話できたのではないでしょうかと思います。本当になんか去年じゃない、この間の生誕祭でも言ったような気もしないでもないんですけど、なんかいう人と比べられることがもうメンタル崩壊されるんですよ。すぐにそういうのが苦手すぎて、人と比べられるのが、この子はこうしてたよとか、あのそれはもちろん兄弟にも言えることだし、友達とか学校の友達とかでも言えることなんですけど、普通にこの子こうしてたからこうしたらとか、この子はここまでこうできてたよとか、なんかもうね、そういうのがもうダメだってなってから、もう何がやりたいか分かんなくなってしまっている、なお現状それなんですけど、でもやっぱ17歳は花のセブンティーンじゃないですか、もう頑張らないとねって思います。メンタルは強くなってきたと思うので、でも思うのはなんかさ、ユウってあれなんですよ、結構さマイペースじゃん、わかる？人と比べることない、嬉しい、私は私ってマイペースでいいやん。それな、ユウって割とこう周りから見たらマイペースに、あのそんな暗い話じゃないので暗く聞かないでくださいね、全然ユウは大丈夫なんで。周りから見たらなんかめっちゃさ、ユウマイペースだしさ、めっちゃなんか元気な明るい子っていうイメージが強すぎてさ、そんな自分でいるのもさ、たまにさ疲れたりするわけですよ。なんて言うんですか、あ、ユウはこのまま元気でいられるのかみたいな。だけどそれを今ユウが乗り越えてきたっていうことは、やっぱりユウってマイペースなんだなって思って、だからもうみんなほんと心配しないでね、ユウのことは。なんとか大谷生きていけます。なので17歳は花のセブンティーン、もう完璧に楽しみたいと思いますので、皆さんよろしくお願いしますって思います。本当にそう、なんか意外とユウって強いんです。うん、あんまり人に心配をかけて生きていくのは好きじゃないので、あの自分解決っていうのがね意外と好きなんですよ。なんとかしちゃうタイプ。もうさそう、なんだかんださ人間って生きていけるんですよ。まあ、特に言う無理かもって、例えば今日の生誕祭も、え、緊張って思ってたけど、まあ案外楽しんじゃうタイプ。もう今日も超楽しかったんで。なので、まあ、皆さんにもたくさんこれからも迷惑をかけてしまうかもしれないんですけど、こんな私をあの温かく見守ってください。嬉しいなと思います。そう、なんだかんだでね。まあ、人生ってさ、やっぱり楽しまないと損だなってすごい思うんですよ。今17歳でしょ、で次もう18歳、高校3年生になっちゃうわけだし、頑張ろう日本。今オリンピック見るの超好きなんですよね。野球とかもさ、もう答えっていうか、もう結果は知っちゃってるのに録画するっていうことをやってしまう。この間見れなかったからね。もう誕生日おめでとうございます、ありがとう。17歳になっちゃいました。人生楽しんだもん勝ち、それみんな一緒に楽しみましょう。8月もイベントいっぱいありますので、
楽しもう。誕生日おめでとう、ありがとうございます。今日もツイッターに今日の写真を載せたいと思いますので、みんなおめでとう、もう一度くださいね。まあ、おめでとう言われるのは、まあ、今日が今日言われたら次言われるのが365日後になってしまうので、それはちょっとね、長いっちゃ長いって思いますので、エンドロールよかったよ、頑張ってね。あ、エンドロールとさ、ペンギンめっちゃ褒めてくれたのよ、みんな。ペンギン結構評判めっちゃ良かったから、ペンギンの優可愛かったらしい。はい、塞いでます、ごめんなさい。ペンギンね、ゼップはな、うん、ゼップ名古屋は何やるでしょうか。17歳になりましたけど、なんか年齢見えるのちょっとあれやな。生誕祭も楽しかった、生誕祭楽しかったですよな。ゼップ名古屋のユニットなんだと思いますか、皆さん。今度こそ万華鏡、ユウだけ入ってたけどエンドロールって分かっただけでめちゃくちゃ湧いた。ね、ユウがまさかエンドロールやるなんて思わなかったよ、みんな。万華鏡なら優勝だよね。それな、みんな期待しててね。なんだと思う？万華鏡だと思う？思っちゃう？やっぱり。エドロールかっこよかった、ありがとう。今かっこいいエンドロールやって、かわいいペンギンやったんですよ。次はってなったらね、もう大人っぽいのしかない。あー、確かに確かに。どうせユウがバリ大人っぽいのやったらみんな恐れちゃう。ウィンクできないんだよね。セブンティーンじゃね。そうなんですよ、17歳になりました。グローリーデイズとかいいな。あー、やったことない、まだ。インクできてるやん、これできてた。昨日のトゥルースの歌声は素敵だったよ。トゥルース、え、トゥルース昨日さ、ゆう歌えてた？めっちゃ緊張したんだよね。壊してしまえればもう、ここ壊しての手が、あ、前回あんまりうまく出なくて、あ、やばい、今回も来るって思ってたんですけど、どうだったかな。めっちゃ緊張したっす。望みなく手を掲げ掴もうとしても、ここの掴もうとしては前回5個待たないといけないですけど、4個目で歌いました、間違えました。でもね、あんまりバレてなかったんだよね、これ。今言っちゃったんだけど、
そう。動いているはずなのに。でもさ、意外とさ、そのカメフレのライブ終わった後の私会とかでさ、あ、48分、ありがとう。あの私会とかで、え、今日めっちゃ良かったみたいな、前回より歌良かったよみたいな言ってくれる方がいまして、もう本当に嬉しかったです。お誕生日おめでとう、ありがとう。そう、確かに前回も初日すぎて、あのその100万リットルの涙っていう曲のなんか2サビのその傷だらけの心で今を越えてゆけっていうところがあるんですけど、それが本当に高すぎて、本当にバカ高いんですよ、そうなみたいなイメージ、もうそんぐらいあるんですよ。でそれライブ感でもう最後の曲でなんかもう、えみたいな、できない、え歌えるかなってなったんですけど、今回はねどうだったんだろう、まだね定点がね来てないからね見れてないんですよね。早くちょっと確認はしたいところではありますね。やっぱりバカ高いね、バカ高い、もう本当に本当に高いんだよ。ウインクでもできないんだよね、本当にこっちの、こっちが特にできなくて、こっちはギリできるって感じ。でも目が痛い、目が痛い。望みな手を掲げ C4 掴もうとしても空気の光、みんなのみんな様からお祝いしましたが、みんなからお祝いしてもらいました、ありがとうございます、幸せです。置いてきぼりのスタートも高いし、100万リットルのここも高い、もうね高すぎてね、やばいのよ。ユー、ん？何のユーのパートだろう、何だろう。ストーリーのリトルトゥース T シャツの隣誰ですか、あれ隣はキミちゃんです、ユウとキミちゃんです。なんかね、あのユウのファンの方がね送ってくれて、あキミちゃんもキミちゃんに送ん2個届けたからキミちゃんに渡しといてって言われて、でキミちゃんに渡しました。ユウの歌声好きで、ありがとうございます、頑張ります。次の次はもう一回東京でライブやって踊られて、ファミリーのライブたくさんで楽しい。なんかね、でも今度名古屋でゼップもあるじゃん、チメスの。その時のやっぱりチメスの良さも皆さんに感じてもらいつつ、やっぱりユニットこれをね見ていただきたいなと思います。ユノパッドって感じで歌ってきて好き。え、なんかね、トゥルースの2サビ壊してしまえればもう楽に楽にぐらいから、壊してのところはちょっともうねプレッシャーすごすぎてあんまり覚えてないんですけど、楽にぐらいからもうね感情込めまくってるのよ、もう拳上げまくってる心の中でみたいなぐらい楽しんでるんですけど、壊してしまえればもう無くになれるのかな、投げ出した後に、この辺やっぱり投げ出してるから、もうユウも投げ出してる感じで歌うよね、そりゃやっぱりそこはね歌っちゃうんすよ。無くにな、ユニットヒント教えて。前回かっこいいやりました、エンドロールで、かわいいのペンギンもやらせてもらって、あとやってないジャンルで選んでみてください。あーでも別にこのやったジャンルやらないってわけではないかな、あんまり言えないんですよね。
わかんない。もしかしたらもう、もう一回かっこいい曲やるかもしれないんですけどね。それはね、ちょっと言えないっていう、言えないっていうのが、ちょっとあります。自分で選んだの？自分で選んでないよ。涙まじりのような声がめっちゃ好きや。嬉しい。でも確かに前回めちゃめちゃ鼻声だったんですよね。当日お楽しみですね。好きです。これからの目標は、うん、そうだな、これからの目標か。人生楽しむことです。言う、人生楽しもう。みんな言う、人生楽しむね。人生楽しみたいです。毎日幸せで、なんだろうな、メンタル鍛えて、やまないで、もう元気、もうこれ大事、元気。ということで、17歳もやっぱり楽しみしかないなって思ってます。そして花のセブンティーン、これね、言い続けますって言ったけど本当に言い続けるので、なんか本当はさ、今日ショールームやるんじゃなくて明日やろうと思ってたんですけど、もしやるってなったらまたこんな感じでスラーッと始めちゃうんですけど、でも明日もさ、ラジオなんですよね。嬉しい。夜だけど、嬉しいです。じゃあ最高の誕生日をありがとうございました。もうね、幸せ。お花とかもめっちゃもらった、可愛かったし、これももらう、傘ももらうし、あ、みんなプレゼントもいっぱいありがとう。まだね、受け取れてないやつもいっぱいあるんですけど、とりあえず今日受け取りたやつは受け取りました。ありがとうございます。幸せ。みんなね、マジでね、センス良さすぎ、良すぎてね、もう困っちゃう。キミちゃんがおためつき先生、キミちゃん好きピ。最近キミちゃんとね、ずっとご飯一緒に食べてる気がする。ご飯食べに行ったりしてる。キミちゃんとエナちゃんとユーとラブリンで、なんかこの4人でちょっとご飯食べに行ってます。この間も一緒に焼肉行った、お昼から。好き。今ちょっとね、疲れてテンションおかしいんですよ、ごめんね。爪みたいに、あ、そう、うちらの名前。誕生日おめでとう。ありがとうございます。りーちゃんおためです。間に合った。 ありがとう、嬉しいです。きみちゃん好きやね。いう、きみちゃんすこすこ。ではそろそろ終わりたいなと思います。僕もキミちゃん好きです。知ってます。お誕生日おめでとう。キミちゃんもひなちゃんも、え、ね、大好き。ありがとう、みんなお誕生日おめでとうって言ってくれて、ありがとう。手紙も大事にします。嬉しい。幸せ。今日幸せだから、アイス食べて寝よう。アイスケーキ食べて寝る。じゃあ家に帰ります。バイバイ。ありがとう、みんな。ツイッターでも後でお祝いしてね。バイバイ。17歳も楽しみます。あ、
待って、ちょっと待って、みんなまだいる、ちょ、まだいる、あれ、あ、もう帰った、あの、みんな、まだ、ちょっと待って、一つだけ、そう、さっきコメントで見えたんだけど、あの大富豪のカード、こちら、ゲットしていただいて、本当にお願いします。大富豪 U もしやるってなったらマジで毎日配信してるかもしれないけど、そのもう無視しちゃっていいからね。大富豪のカード、大富豪開いてね、とりあえず今日の23時59分までに。ありがとう、以上でした、バイバイ、ありがとうね、じゃあね、最高の一日をありがとう、バイバイ。